うも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、です。さあ今回も、特別ゲストに来ていただいております、ミスター社長さんです。よろしくお願いします。遊業にお任せ。よろしくお願いします。また、コラボ動画を撮らせていただいてまして、はい、社長さんの方のチャンネルでも僕の方のチャンネルでもまた動画が上がりますので、よかったらご覧いただければと思います。何リンクス開かへんの今日？今日はですね、デュエルリンクスを開かないでできる企画を考えていまして、はい、本日やっていくのはこちらの企画、デュエルリンクスクイズー。クイズ？クイズ得意ですか？いやいや、もうあっちね、クイズ本当にこれほんまの、はい、ほんまのアッコさんとして見てくださいね、今本当に苦手なんですよ、はいはいはい、もう本当に正解カンペとかを出してもなんか大人のずるい場面がすごい出てますよ、それ。そう、ちょっと困るんですよ、わかんないかも3パターンクイズで考えてきまして、ですね、5問5問5問で15問出します。結構あるね。はい、結構難しぶり作ってきたつもりではあるんですよ、社長さんにとっては。5問正解したら、うん、あ、まあ飲み代僕が持とうかな。いいですね。全問正解したるわ。じゃあ早速ですね、うん、1つ目のクイズやっていきましょう。はいはい、遊戯王効果テキストクイズ。効果テキストクイズ、遊戯王のカデュエルリンクスにおける実装されているカード、まあ、うん、いっぱいあるわけですよ、今 5000種類くらいかな、はい、確か、その中からピックアップさせていただいたカードを、効果をですね、私は読み上げます。はい、でそのモンスター名を当てていただくという企画になってますんでちょっと不安になってきたなでは早速いきますよ。第1問、視聴者の皆さんは一緒に考えてくださいね、ぜひ。うわあ、怖え、これ。このカードは通常召喚できない。自分の手札から何何何何一枚をゲームから除外した場合に特殊召喚できる。このカードのコントローラーは自分のエンドフェーズごとに手札から何何何一枚か何何と名のついたモンスター一体を墓地へ送る。またはどちらも行わずにこのカードを破壊する。一ターンに一度相手フィールド上のカード1枚を選択して破壊できる。はいはい、もう大丈夫やべ、リュウちゃん。おお、マジっすか。取ったらあかんて。あ、マジっすか。リュウちゃん、もうもう最初の2行1行ぐらいで分かった。あ、もう分かっちゃったらもう言っていいですかね。あ、いいのね。分かっちゃったらはいって言って。もうそう、はいって、もう挙手制なんで。うん、はい、じゃあ答えます。お願いします。これもう分からへんかった、私引退やわ、ええ、おっ、これ分かってるくせ。テラが和田アキ子といえば、はい、コアキメルマキシマム。正解素晴らしい、ほんで完璧や、さすが。いや、素晴らしいですね、うん、これはね、分かりますよ、さすがに。アイコンにしてるからね。いや、正直、いや、すげえサービス問題なんですよ、これそうやっぱ最初正解して気持ちよくなってもらうっていうところから始めたいんで本番はここからなんで、ね、このまま終わるわけないと。そうなんですよ、本番はここからなんで。じゃあ第2問いきます。はい、第2問、何々と名のついたモンスターはフィールド上に1体しか表側表示で存在できない。フィールド魔法カードが表側表示で存在しない場合にこのカードは破壊される。相手はこのカードを攻撃対象に選択できない。何かは分かったこのカードは相手プレイヤーに直接攻撃できる。直接攻撃できる。またこのカードが戦闘によって相手モンスターを破壊したとき、破壊したモンスターの元々の攻撃力分のダメージを相手ライフに与える。さあここまでですよ。あれちょっと分からへんかった。おっと、いや、おっと、新カードかなと思った。新 SIN の、はい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 、新じゃないっていうことを分かりました。じゃあ逆に、いや、新かなと思ったんですけど、はい、後の効果がちょっと新じゃないなと思って。後半の方を読みましょうか。相手はこのカードを攻撃対象に選択できない。このカードは相手プレイヤーに直接攻撃できる。またこのカードが相手によって戦闘によって相手モンスターを破壊したとき、破壊したモンスターの元々の攻撃力分のダメージを相手ライフに与える。うわ、これなんだっけこれ、いや、なんだっけこれ、え、10、9、8、
七。わあ、わからん。これなんだっけ。四、三、二。あ、シンブルーアイズ。ホワイトドラゴン違うか。はい、どうぞ。シンブルーアイズホワイトドラゴン。お、不正解。ああ、なんやねん。なんやねん。すみません、滑舌が悪くて正解か不正解かをちょっと自分の声で言うの結構疑問が残るんですけどもこれ何でしたっけ。これこれは自爆神コカパックアップでございました。あ、いやむずい自爆神わかんないわいやシャチアコさん、さあ早速一問間違えてしまいました。大丈夫なんでしょうか。まあ、ただ15分の5正解すればいいですかね待って、あの振り幅すごいな1問目と2問目もうあの1問目はマジでサービス問題だったんで振り幅がえぐい。1回気持ちよくなってもらってだけだったんで1問目はひどいねこれ。3問目いきますはい。このカード名の丸1、丸2の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。自分の魔法使い族モンスターか相手モンスターと戦闘を行うダメージ計算時に発動できる。手札からカード名が異なる魔法カードを任意の数だけ相手に見せ、その自分のモンスターの攻撃力、守備力はターン終了時まで、はいはいはい、早いですね早いですね。ただ名前が出てこないミッチクラフト、おクラフト、お正式名称をちなみに答えられなければ不正解となりますんで、ちょっと待ってね、ちょっと不正解となりますので、あの正式名称をお答えください。ね、ちょっと待っていやいや別にこいや俺もだって OCG でもデッキ使ってんだってOCG でもアッコさんがめっちゃ困ってんぞ、おい。みんなアッコさんめっちゃ困ってんぞ、おい。待て。いや、で、この辺までね、出てきてんの。この辺までね、出てきてんだって。さあ、出てきてるとは言っていますが、一切名前は出てこない。やばい。えっとね、ちょっと待ってね。出てきてんだって。さあ、焦っております。さあ、ミスター社長か焦っております。ちょっと待って。はい、何ですか、もう時間がありませんよ。ミッチクラフト、ベール、マスターベール、ああ、なんでもう一回言ってください。ミッチクラフト、マスターベール。正解。あぶね。もうだいぶ違いましたよね。これからはあのこれからの回答時間設けますんで。いやー、これ時間かけすぎた。ギリギリ、これ一応まあ丸ですけど三角みたいな丸ですからね、これ。いいですか、よろしいですね。はい、大丈夫です。では第4問。はい。このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られたとき、1000ライフポイントを払って発動できる。次の自分の、もう一回お願いします。はい、このカードが戦闘によって破壊され墓地へ送られたとき、1000ライフポイントを払って発動できる。次の自分のスタンバイフェーズ時に守備表示で墓地から特殊召喚する。さあさあ、全くピンときてない模様。これやばい、わかんないな。全くピンときてない模様。さあ、社長ご年収どうするんでしょうか。こんなカードあったっけ。そんなポイントも来ていない模様。テレフォン使いますか。テレフォン使いますか。テレフォン使います。テレフォン使います。そんなシステムありません、このクイズに。ヒントとかないですか。ヒントですね、カード的にはですね、闇マリックのカードですね。闇マリックが原作で使っているカードでございまして、墓地から特殊召喚されるモンスターですね。わかった。お、うん、わかりました。お答えをどうぞ。正解はリバイバルス。正解、素晴らしい。さすが。ちょっとなんかすっきりしない展開が続くね。でもさっきのは三角だったんで、これはまあ、これもまあ三角ですね。これ三角やね。これ三角です。これマリック使ってるわ。ヒントすぎましたわ。これあの三角が一応三角だったら3個で丸にしましょうか。あ、わかります。三角3個で丸みたいな。1個丸みたいな感じにしましょうか。では。いやー、これリバイバルスライム、もうちょっとちゃんと考えればよかった。
ったらすぐヒント求めすぎた。結構難しいですよね、意外と。意外と出てこないモンスターみたいな。では、使ってる人が少ないから。そう、使ってる人が少ないから。では、第5問いきます。はい。第5問。これ、効果テキストクイズでは最後です。はい。このカードは通常召喚できない。自分のフィールドの丸々1体をリリースした場合のみ特殊召喚できる。丸1、このカードの攻撃力は自分の墓地のドラゴン族モンスターの数かける300アップする。丸2、このカードを対象とする魔法、トラップ、モンスターの効果が発動した時に発動できる。その効果を無効にする。以上です。これわかんないですか。確かにでもね、これわかんない。これ使ってる人はあまりいないですけど、有名ですけども、使ってる人はいないんですけども、非常に有名なモンスターです。使ってる人あんまいない。さあ、ピンときていない模様。全然わかんない、全然わかんない。やばい、ヒントをください。8 7、ヒント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 。あー、しょうがないな。我らが松坂は何と呼ばれていますか。これがヒントです。あ、ブルーアイズシャイニングドラゴン。もう正解。これもでも相当サービスですよ、これ。これ。すいません、これ分かりません。シャイニングドラゴン使ったことないでしょ。結構ね、意外と効果知らない人多いんですよ。有名なんですけど効果知らんっていう人結構多くて、イエーイ。一応三角が2個3個になりましたので、はい、一応丸にしますけども、今ね言うて丸が2個なのでまだ2問しか正解しませんか。ちょっとやばい、これ。あと3問正解しないとマジで飲み会の罰ですからね。シャチョコさんが全部ご覧いただきますか。やばいよ、ちょっと。ではですね、お次のクイズ参りたいと思います。次のクイズ、遊戯王シルエットクイズ。シルエットクイズ、あ、こういうのはね、でも僕これはですね、あの遊戯王のモンスターの、まあ、うん、あるじゃないですか、イメージ図みたいなやつ、はいはい、あれを私シルエットにしてきましたので、はい、こちらのシルエットを、社長さんにお送りしますので、それが何なのかというのをお答えいただきます。わかりました。はい、それではですね、第1問 LINE の方にお送りいたしますので、はい、ご準備の方はよろしいでしょうか。 LINE ね、はい、用意しました。シルエットクイズ第1問こちらです。はいはいはい、はい、皆さんも一緒にお考えください、うん、これはいいですか。じゃあ答え、さあお答えどうぞ。ジャッジメントドラゴン、ファイナルアンサー。え、違う、待った、ジャッジメントドラゴンじゃなかったっけ。ジャッジメントドラゴン、ドラゴンじゃない、ジャッジメントドラゴン、ジャッジメントドラゴン、不正解。え、ジャッジメントドラゴンっていう名前じゃなかった。正解はジャッジメントドラグーンです。いや、おい、それ引っ掛けだろ。うお、ライボのデッキによく入ってるやつね。そうです、正解はですね、ジャッジメントドラグーンと言います。裁きの竜と書いて、そうです。さあ、シャチヤコさん、正解となってしまいました。さあ、大丈夫なんでしょうか。これはそうか、意外とこれちゃんとモンスターの名前ちゃんと知るいい機会になるわ、これ。確かにそれはあるかもしれません。ではシルエットクイズ第2問いきたいと思います、はい、第2問こちらです。あ、はいはい、 OK です。お、早い、早いぞ、これは早い。ではお答えをどうぞ。妖戦獣カマミタチ、いや、カマ、いや、違う違う、カマミ、ミ、ミ、カマミタチ、ミタチ、3、3、3です。3の方で、ファイナルアンサー。え、違う、待って、3じゃない？2？ ファイナルアンサーでいいんですね。カマ3だよ、3、カマミたち。不正解。いやどっち、どっち、2？ これはですね、カマ2たちです。
おいな、意地悪だよこの問題が。あ、これはシルエットクイズ2連発不正解、大丈夫か。社長子さんの前に暗雲が立ち込めていきます。意地悪すぎる。これはまずいです。では3問目いきたいと思いますよ。あ、さあまずいですよ社長さん、シルエットクイズ全問不正解ですよ。さあいきましょう。3問目こちらです。何これ。何これ。さあ何これ、珍百景が出てきちゃった模様です。さあ社長子選手わかるんでしょうか。さあこのモンスター見たことがあるんでしょうか、ないんでしょうか。え、マジで何これ、見たことがないんでしょうか、もしかしたら。いやこれもうブラックフェザーでしょ、これブラックフェザー。え、これ最後に送ったやつですからね。最後に槍持ってるやつ、槍的な、まあ、槍というか、まあ、杖というかね。え、何これ。さあ社長子選手10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、エレメンタルヒーロー、もう スーパーマン。誰やねん。分からんってこれ、不正解。こちらのモンスターはトゥーンブラックマジシャンでございました。いや分からんわ。そんなの使ってるやつおらんの。いるわ、俺めっちゃ使ったわ。あ、マジ。というわけで第3問目も不正解となってしまいました。社長子選手、これは厳しい展開。これシルエットだと羽に見えるわこれ。あ、なるほど、羽に見えるんですね、これ杖と、もうあの帽子なんですよ。羽とこの後ろのこの肩パッドがもう顔に見えちゃって。あー、なるほどね。もう怖く、もう全然ブラックマジで見えないですもん、だってこれ。あー、そういうことなんだ。これシルエット結構難しいかもしれませんね。いや、むずいむずい、めちゃくちゃむずいですよこれ。さあでは第4問目いきたいと思います。さあ第4問目、まあ、1問成功したい。さあ1問ぐらいは正解してほしいところ。第4問目こちらです。結構難しいですねこれ。いや何これ。だからさ、これ何なの。結構難しいですねこれ、皆さんお考えください。いや、まずこれどこが顔かを見せないといけないからね。10 9 8 7。いやマジどこどこ、ちょっと分か、5 4 3。え、ベヒーモス、ベヒーモス、ベヒーモス。不正解。え、じゃ何これ。こちらのモンスター、今から画像をお送りします。こちらです。いや絶対分かんないよ。これでブルガトリオって分かった人、俺も本当にちょっと尊敬する。マジっすか。まあでも見たら、あ、そういう形でってなりますよね。そのなります、なります、そうなってるのねっていう。ちょ、まずか、あの、はい、ちゃんと見たことなかったさ、なんかエフェクトがすごいから。そうなんですよこれ、実は結構引っ掛けで、エフェクトすごすぎてどうやっていう形になってるか分かんないっていう。さあシャチオコ選手、なんとシルエットクイズ4問連続正解。さあまずいです。ちょっと1問は正解しよう。さあ1問は正解しておきたいところ。さあラスト問題いきましょう。シルエットクイズ、はい、第5問こちらでございます。さあ固まっているよう模様ですね、これ固まっている模様です。さあ何でしょうかこのモンスター。分かりそうだぞこれ。でもお、分かりそうと言っておりますよ。あ、俺分かったかもこれ。わ、分かった、正式名称をお願いします。ブラックフェザー毒化のシムーン。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。不正解。かっこ悪い。今めちゃめちゃドヤ顔したんだろうな、ね、俺あの社長さんの顔見えてないんですけど、多分ドヤ顔したんでしょうね、多分ね、めちゃくちゃスーパードヤ顔してましたよこれ。使ってもらえますか。正解はこちらです。いやー、これはこっちか。でも意外と見たら、あ、こいつかってなりません。もうこれが首っていうのがわ、このシルエットじゃわからん。これはシルエットじゃわからん。超難問、
超難問5問連続。さあ社長さん、フレーバーテキストクイズに移りたいと思いますが、準備の方はよろしいでしょうか。もうズタズタですよ。さあ残りラスト5問ですよ。フレーバーテキストクイズご説明しましょう。はい、遊戯王デュエルリンクス、もちろん遊戯王にはですね、通常モンスターというものがございます。で、通常モンスターにはですね、まあおそらくあの固有のなんかその文章みたいなのがその書かれてるんですね、効果がない代わりに、はいはい、その、はい、文章フレーバーテキストと呼ばれているんですが、このフレーバーテキストを今から私は読み上げますので、はい、そのモンスターの正式名称をお答えください。わかりました。じゃあ、あの通常モンスターのね。そうです、通常モンスターです。ちなみに社長さん、このフレーバーテキストで3問正解しないと脱落となりますので、いや、やばいって、やばいやばい、本当に。いや、でも行くよ、行く行く。それでは、フレーバーテキストクイズ第1問。斧を持つ戦士。片手で斧を振り回す攻撃はかなり強い。俺、でも、これは多分最初の問題だからサービス問題だからそのままでいいんだよね。おっと、うん、多分これは合ってると思う。深読みしてくれ。さあ、お答えどうぞ。アックスレイダー。正解。よし、これはね、素晴らしい。これはそのまんまやもんね。もうデュエルリンクスといえばみたいなところありまして、うんうん、やっぱりこれはそのまんまや。シャチオコさんやってなかったかもしれませんが、やっぱ遊戯王初期、デュエルリンクス初期環境はやっぱこいつが最強モンスターだったんですよ。あ、でも、いや、やってた、やってた。あ、やってらっしゃいました。 やってました、やってました。もうアックスレイダーが最強だったじゃないですか。あれですよね、あのこれあのアルティメットドラゴンのほら、そう、一番最初のパックのやつ。そうなんですよ、これが最強だったね。アックスレイダーを持っていないものに人権はないと言われていましたので、ね、あの頃そんなに。ちなみに今はこのカード、砕く UR 玉と呼ばれておりますさあ、フレーバーテキストクイズ第2問いきたいと思いますはい、第2問。悪行の限りを尽くし、それを喜びとしている魔獣人、手にした斧は常に血塗られている。さあ、このモンスター何でしょうか。非常に難しい問題と思いきや、実は意外と簡単っていう説もあるぞ。さあ皆さん、お答えください。考えてください。俺シルエットは浮かん、シルエット、ピエロみたいなやつが斧持ってるやつじゃないかな。お、ピエロというか仮面みたいな、つけてみたいなやつ。お、確信についてるか。それではお答えをどうぞ。バーサーかなんとか、いや違うな、わかりませんバーサーか、あっけの前にわかりませんが、もう素のわかりませんが飛んできました、第2問目正解はブラッドボルスでございました。いやー、考えればわかったな、これはブラッドボルスです。ブラッドボルス、会話といえば、ね、考えたら分かったなそれさあ公開しております。公開してももう残り、3問しかありません。3問中2問を正解しなければまずいことになりますよ。当てよ、これ、ここ当てよ、当てよ、当てよ、いきますよ。はい、第3問。風よりも速く走る馬に乗った騎士、突進攻撃に注意。さあ考えております。これシャチホコ選手考えております。風よりも速く馬に走る、はい、馬に乗った騎士、突進攻撃に注意と。うん、うん、はい、わかりました、はい、それではお答えをどうぞ。暗黒騎士ガイア。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー、正解。お、素晴らしい。おっと、最後の最後でラスト残り2問に1問かと望みをつなげていく。いや、これでもカマニたち当てとけばもうよかったのに。カマニたちなんだよあれ。ジャッジメントドラゴンとジャッジメントドラゴンと2問だよマジ。ジャッジメントドラゴンとおっしゃってましたからねいや、もうあと2問中1問か。いける、いや、いけるぞ、いける、いける。さあ、それでは、第4問、はい、1つ目の奇妙なモンスター、手にする森で相手を一突き。
さあ、さあちょっと難問ですかね。さあちょっと難問なのかどうなのか。さあシャチホコさんの顔が見えないので一体どういった反応をしているのか分かりませんが。マジわかんないな。一つ目の奇妙なモンスター、手にする森で相手を一つ。うわーちょっとわからん、やばい。サイクロプスは森なんか持ってないからサイクロプスだろ。さあお答えをどうぞ。あれだよね多分。違う、スピックスピックは違うな。スピックはあのガチョウみたいなさもねさあなんか頑張ってセリフをなんか喋って時間を稼ごうとしますよ。高速ですねさあミスター社長選手、高速な手に出ている。うわ、いや分からん、分かりません。正解はツルプルンでした。残念、言われたらあーだわ持ってるわ、なんかあの悪魔が持ってるやつ。そう言われたらあーモンスター第1位ですか、これもしかして。いやそうか。さあ社長子さん、今現時点での状況を整理しましょう。はい、5問正解すればいい問題について、今現在社長子さんは4問正解しています。ラスト残り1問、これを正解するとクリアとなりますので、ラスト1問頑張ってください。マジで頼むそれではラスト問題。フィールドに壁を出現させ、出口のない迷宮を作る。さあ、チャチャコ選手、お答えください。お答えください。迷宮のラビリンスウォールじゃないのこれ。さあ、お答えをどうぞ。迷宮のラビリンスウォール。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。不正解。迷宮の壁。残念、シャチホコ選手。ラビリンスウォールでしょこれ、3000のやつ。正解よろしいでしょうか。はい、迷宮壁、ラビリンスウォールですふざけんなよマジでこれなんだよこのクイズあくまでも正式名称をお答えできなければ不正解となります。シャチホコさん残念、クリアならず。